ました。早稲田大学1年生教育学部の今井と申します。先ほどアメリカの関係とのお話をなさっていて、日本とアメリカの関係が平等ではないというような小澤先生のお話を伺っていて、そこで今話題になっている秘密保護法について考えてみたんですけれども、やっぱり対等な関係にしたいからこそ政治家の方々は秘密保護法をそこで作ることによって秘密を守ることで信頼を得たい、先ほど小澤先生がおっしゃっていたすぐ秘密が漏れてしまうからアメリカ側は秘密を教えたくない、確かにすごい納得できる考え方だなと思うんです。ただその一面危険性もはらんでいて、それを知っているからこそ国民の人がデモなどで動いているということもあって、そういう人たちは夢を持って、学生たちもそういった秘密保護法によって禁止されたくない夢を持って動いている人たちもいて、そういったものが叶えられないこともある。そこで秘密保護法を制定することによって、日本とアメリカが本当に対等な関係を結べるのかどうかについての小澤先生のお考えを伺いたいです。お願いします。全然対等にはならないね、こんなの作ったって。要はね、アメリカにとって都合いいから、まあ、やれと言ってんでしょうね、陰ではね、ですからもし特に安全保障に関してですかね、軍事機密必要ならば自衛隊法やね、公務員法を厳格にすりゃいいだけですから、この秘密保護法っていうのはね、何がいけないかというと、非常に雑な乱暴なその法律なんですよ、法律なんですよ。それでアメリカよりもね、日本にとってより危険なのは何かというとね、日本ではやっぱり官僚機構、官僚の力がものすごく大きいでしょ、アメリカよりはるかに。ですからその大雑把な括り方をしますと、執行者の裁量の余地がうんと大きくなるわけだ。要するに税務署だってそうでしょ、働いてしてる人は分かると思うけれども、特に企業経営なんかね、税務署の鉛筆の舐め方次第でこれは経費だとか経費でないとかっつって税金の額が変わっちゃうでしょ。ものすごく裁量の範囲が大きいんですよ。ですからそういう意味でね、官僚の悪い意味での支配がますます大きくなる。特に刑罰を科すことになってますから、その刑罰を法律に基づいて、法を執行しようとするのは誰か、検察と警察です。今でさえ僕なんか何もやましいことないのに検察の捜査で、本当にひどいでしょ。検察審査会になったって、あの報告書は現職の特捜の検事がデタラメ書いて、検察審査会を信じ込ませて起訴させたわけ、つまりやりね。その検事は何のお咎めもなく、まあ無罪釈放になってですね、有印公文書偽造、法律家の法学部の人は刑法を見てください。これは大変な犯罪なんですよ。だから今でもそのことは平然と行われる、何の責任も取らないからな。3年半以上にわたって僕は検察の捜査と裁判でずっとやって、なんか申し訳ないっつって、なんかねえ、お詫びでもされるなら別にまだ別だけど、なんか全然まああれだけやりゃいいやみたいな顔されてる。そういう日本社会ですから、この法律に基づいて何が特定秘密なのかは一切国民には分かりません。全部役所でベタベタ反抗して、マルヒの反抗してるだけですから。そしてその犯罪、これも法学部の人は、法律読んだ人は分かると思います、犯罪の構成要件、罪刑法定主義、犯罪の構成要件も非常に大雑把で曖昧です。ですからケチつけようと思えば何でもつけられるみたいな話になっちゃう。選挙法であれ、政治資金規正法であれ、
あるいはさっき言った税法であれ何であれですね、官僚のお役所の判断次第で国家権力を背景にして、それを権力行使が可能な今でも日本社会なんです。それを秘密保護法を作ることによって、この漠然とした中で行われると、それは恐ろしい考えがします。ですから戦前の治安維持法よりもっと大雑把で荒っぽい法律だと言われるのは、そこに、あるわけです。まあ、そういうことでね、アメリカは ある意味で都合いいかもしれません。だけどそれでね、日本を対等の国家だなんて全然思いません。日本はね、もっともっとね、日本として、果たすべき役割をね、きちっと果たしていくということ、そして言うべきことを言うというところにね、初めて信頼関係ができるんですよ。僕さっき言った日米交渉でもね、もうとことんやり合ってさ、朝から晩まで、怒鳴り合うようにやり合ったんですが、最後にはね、お互いグッドワークつって、まあ、よく仕事したね、いい仕事したねつってニコニコして別れる。そしてその時の喧嘩相手が、その後ずっとアメリカの近しい友人としていろんなことを情報を教えてくれましたね。だからそういうようにね、言うことを言う、そして約束したことは守る、嘘はつかない、相手騙さない、そういうね、基本のことはね、日本人同士でも日本社会でも対外的には特にそうです。きちっと言わなきゃダメです。自己主張のない人間は軽蔑されます。彼らが自己主張の社会だから。だからそういう意味で日本の社会で、波風立てずにという類の手法は、これから皆さんが実社会に出たら、それは日本人同士の時はそれでいいけれども、外人には通用しないということをね、よく理解していた方がいいと思います。